ありがとうございます。海峡酒場聴いていただきました。いい曲じゃないですか。いい曲ですよね。なんか無理やりはしてるみたいです、すいません。でも本当にいい曲だなと思って、でアレンジも出来上がりまして、全く同じ先生方に書いていただいたんです。そうすると3人の先生、作詞の新谷俊哉先生、作曲の徳久浩二先生、そしてアレンジをしてくださいました南郷達也先生、3人の先生方とも、これ置いといたらよかったねって。そうね、そうねでもね、ディレクターさんがおっしゃったんですよ。そしたらね、いやいや1枚買って2曲入ってるじゃないですか。でもね、1曲しかももちろんテレビラジオでは歌えないんだけれども、でも2曲買って1曲しかいい曲がなかったらお客様に申し訳がない。今なんでいくらでしたっけ、1234円。ややこしいですよね。そう、売る方も大変ですよね。1200円にしたら損だし、1300円にしたら取られすぎだしね。すいません振っちゃってねえ、なのでその1234円のうちにやっぱりこの 2曲いい曲が入ってた方が、で今カップリングもカラオケで入るじゃないですか、すぐに。だからいいんだよヒロミっていう言われましてですね、私ももうどっちが売れてもいいなって思うんですよね。ね、ぶっちゃけ もし海峡酒場がいいなっていう方が増えて海峡酒場が売れたらそれでいいんです本当にどっちでもね、皆さんにこうお届けする曲が素晴らしい曲だったらいいなと思って歌わせていただいております。ぜひこちらの曲もまた応援していただければと思います。